青鬼のね薄皮っていうのがあるんだけれども、これ結局青鬼を大きい青鬼を下ろすときに、まあこっちからね頭からこう薄皮取るんですよ。まあこういう感じかな。その代わりこっちにも薄皮あるんですよ。これは今日逆にして、2つでできれば上手にね。こういうところをきれいに取っておく方が、まあ、やりやすいっちゃやりやすいんですね。頭から表体表のあの皮のすぐ下の厚い皮があるんですよ、アオリって。これをこう、これを絶対取らなきゃ口の中に入って噛み切れないですからね、えらいことになっちゃうから、これをこう取ります。で次にこのね、うまくといけば一発できれいに、よし、少しここに残ったやつは微調整で、これ完璧に1回で取れるって、まあ、やりたいんだけど、うちはこれ1枚1枚高いもんだから、商売やるにはね、こうやって、こんな感じで、そうそう、こんな感じかな。これをね、一回洗って、
刺身ネタに仕込んでいきます。今日も硬いね。甘み出るのは質の方が甘いから、そんな感じですね。これ薄皮の取り方です。以上です。煽りの薄皮の取り方でした。以上です。